こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。星がありませんどこ投げてきたんだハートありがとうございます。皆さんこんばんは。今日早いですね。ちょっともう早く寝ようと思ってて早めに配信しました。はい、ちょっともう明日もめっちゃ早起きなんですよ。なんでこのギフトは、ありがとう。なにこれ、なんか花火みたいな、爆弾みたいな、なんだこれはありがとうございます。あ、お蕎麦ありがとう。年越しギフトか。そう、早起き。そうなんですよ。あ、イベントに参加してないと投げられる。そうなんや。ありがとう。ありがとう。いただきまーす。今年最後の花だれ公演。今日花だれ公演やったんね。そう。そうや、そうや。2公演ね。ラストでしたね。髪良いお年を。ありがとう。髪型今日はまとめてます。じゃーん、じゃーん、まとめてます。今日は絶対にお風呂に浸かると決めてるんですよ。珍しくないこの中村舞が。そう、今日も同じとこにいる。イベント参加してないの？してない、取りませぬ。そうなんだ。うん、眠くて。何日風呂入ってない？え、お風呂入ってますよ。お風呂に浸かることが少なくて。そう、そうよ。そうなの？眠いの？なんかすっごい眠くて、朝も早かったんですけど、ところどころ合間も休憩時間寝てたりしたんですよ。でも今日はいっぱい外で動いたからかもしれません。寒かった、めっちゃ寒かった。今日はもうずっとカイロマンだった。カイロ、春カイロに持つカイロに、カイロしてました。ありがとうございます。沖縄振り替え、そう決まりました。急遽なんですけど、しかも TDC で
あの最後のツアーやった後にちょっとなってしまったんですよ。約1週間後、1月の28日で土曜日です。そうなんです。早かった？思ったよりってことですか？そう、ちょっとね、前回が中止になってしまったんですけど、そう、12月28日に昼と夜2公演あることになりましたので、つめつめ、そう、確かにちょっとつめつめではあるんですけども、そう、決まりました。申し訳なさすぎる。沖縄、うん、頑張ります、うん、おそばありがとう。昼夜どっちかな。すごい質問だ。どっちにしよっかな、どっちにしよっかなとかじゃないんですけど、昼夜どっちか、ちょっと沖ちゃんに聞いてみるわ。もうちょっと沖ちゃんにどっちなんて、ありがとう。ちょっと正確なのが分からんけ、聞いてみるわ。聞いて言っていいんか分からんけど。はい。めっちゃストレートやな、質問が。言ったらあかん。うん、ちょっと意味深に匂わせる。難しい。目トロトロ。いや本当になんか眠たくて眠たくてやばい。なんでなんじゃろう、こんなに眠いなんて。あの花火ありがとう。ご飯食べた今日は。本当に早めに寝るから早めにあのショールームを終わります。寝てもいいよ、配信中に。おやすみなさい。
や、さすがに12時まではやりません。やりませんよ。初見さんありがとう。中村舞です。いやね、よいしょ。もう寝てますか？今日はあのもう脳がお休みしてる。おやすみ。ここは眠ってる今。で、あのこれは喋ってるけどここは眠ってるから何喋ってるかあんま分かってない。今日、そう。いつもではなんかさらっとひどいこと言われた。悲しい、悲しいよ。悲しい。うん、ディスられた。ありがとう。うん、泣く。髪型、そうなんですよ。もう私といえばこの髪型になりなってきました。そんなことはないかもしれないけど、なんかそう、これやりすぎてね。ギフト、ギフト。まとめ好き、嬉しい。そう、なんかここら辺編み込んで、これね本当に一人で解くのが大変なんですよ。でもうたまに公演とかでやったらあのメイクさんに外してもらったりするんですけど、もうなんか家にこのまま帰ってしまったりすると外すのがすごい大変で、キャー、遅れ毛かわいい、恥ずかしい。ここ遅れ毛。ヘアピン何本使うの？もうほどいたろか。今ほどいたろか。外しながら、ほどき配信、髪ほどき配信、うん、頑張ったらか、あのピンを数えながら、ちょっと枕が。あのほどいてみようか。え、もうほどいていい？コンタクトが取れそう。ありがとう。15本と見た。おー、予想しよう。私も多分ピンは25本ぐらいだと思う。それではいきます。まずこちら U ピン、多分、ね、U ピンとアメピンが入ってて、これは U ピンです。ここがこういう形で U の字だから U ピン。これね、どこに刺さっとるかあんまよく分かっとらんのよね私。2本目、
これが普通のアメピン3本目。3本目取れない。4本目5本目6本目うわ全然取れん。え、何本だったっけ。 1,2,3,4,5,6 7本目。お、意外とそんなに今日止まってないかも。7本目全然止まってなかったかも。8本目9本目10本目お、え、10本しかなかったかも。お下げ、あ、あ、嘘嘘、まだあった。11本まだあるわ。12本目かゆ。あ、12本かな。12本だった。12本でした。15本っていい線だった。全然自分公演の時の方が多分多いわ。多分ね、公演の時の方が激しく動くので多分もうちょっと止まってるけど、今日は何本だったっけ。 12?13 だったっけ。髪洗ったら出てきそう。いや、さすがにそれはない。多分撮りました。こんな感じで三つ編みみたいな、ちょっとねじれてるけどなってます。これをね、こうまとめてね、止めてもらってるの。そう、ねじれ。エビの尻尾、これから編み込んでもらって、あの花火ありがとう。メイクさんすごいね。私も思う。なんかいつもなんかまとめ髪で結構オーダーするんですけど、なんか結構なんかメイクさん、やってくださるメイクさんによってまとめ方が違ったりして、なんかどうやってやってるんですかって言ったら、結構センスですって感じのことを言われたりするので、うん、すごいと思って。おそばありがとう。三つ編みもほどこう。え、三つ編みほどいたら多分もうやばいよ。もうグルビギギギギギって なりますよ。見たい。じゃあほどこ見よって。透明だった、うん、あ、ん？あ、まだピンあったあった、まだピンが。まだあった。巻き下ろし？
あー、この瞬間本当に気持ちいい。もう私いつもこの髪の毛をほどく瞬間が本当に気持ちくて、もう気持ちいいって思いながら公演終わりとか髪の毛ほどいてもめっちゃ気持ちいい。もう頭が開放的だ。うわー、というわけでこんな感じです。もうなんかごねごねになりました。ごねごねのぐるんぐるん、はい、ちょっと結構ボサボサではないかもしれない。いや、ボサボサ、大人っぽくなった？嘘。うん。バブリー。あ、ありがとう。パーン。花火。パーン。やばい、もうコンタクトがちょっと取れそうので、ごめんなさい、ちょっと待ってね。うわー、ダメだ、ちょっと待ってね。オッケーちょっとね、コンタクトはね、取ったらもう目が見えなさすぎてダメなんですよ。見えんのよ、そう。私メガネ持ってないんで。ゴーグルつけてお風呂に入ることになります。ある意味いいかも、あの目が守られて。視力いくつ？え、分からん。コンタクトの度数がマイナス6です。でもマイナス6最近あんまり見えづらくなってるから 6.5 ぐらいか。メガネ似合いそうなのに、いやなんかねえ、あんま似合わんのよそれが。字大きくした、ショールームの字なんか大きくできるらしいね。これどうやってやるんやったっけね。なんかね、なんかね、するとこがあるらしいんやけど。設定か。高速で流れるよ。あ、大きい分ってことか。パパパパパってなるんか。動体視力必要。コメント見える？見えますよ。見えてますよ、皆さんのコメント。伊達メガネ、最近サングラス買ったんですよでね、伊達メガネじゃないんですけど、サングラス買ってみたんですよ。でなんかつけたいんですけど、
瀬戸内メンバーでサングラスつけてる人いないんですよ、一人も。だからちょっとあの私がねサングラスとかつけとったらね、みんな多分ねもう2度見どころか3度見4度見5度見ぐらいするだろうなと思ってね、あのつけるのをねためらって全然つけてないんですよ。ド入りじゃない、普通のなんかそうドは入ってません。ちょっとね今度ねショールームでかけるわ。ちょっとね今ない、持ってない、家にある。でもねゴーグルもサングラスみたいなもんなんですよね。私ゴーグルで、あのゴーグルつけてコンビニ行った時にコンビニでみちゅさんに会ったんですけど、なんかみちゅさんが私のことを3度見ぐらいしたんですよ。でなんかええみたいな感じで3度見ぐらいして、でその時は何も話さなかったんですけど、後からえなんかあの時のあれってマイキューみたいになって、そうですよってゴーグル最近つけてるんですよね、分かんなかったですかって。でもね違うんよ、ちょっと私のさちょっとあれするわ、あのゴーグルがサングラスに見える方法があるんですよ。これが愛用ゴーグル、これちなみに度が入ってるのでめっちゃ見やすいんですけど、と帽子、この2個を重ねるんですよ。この帽子とゴーグルを重ねることによってサングラスみたいになるわけですね。見てて、ほらこれでさすごいコンビニとか行ったらめっちゃ見えるし、でもねあんまりあの見られないんですよ、こう深いから帽子も。だからちょっとセレブみたいじゃない。ゴーグルに見えんくない？帽子かぶっとったら。顔に強そう、そういうことだよ、顔に強い。あんまさあ違和感なくない？サングラスっぽいよね。帽子忘れたらアウト。私今日キャップも持ってるからね。あのね帽子はね2個持ってきたんですよ。あキャップはなんかキャップはゴーグル感出るな。やっぱバケットハットが一番いいですね。キャップだとなんか確かにこれはちょっとなスパイみたいですね。あんまり良くないな。でもこっちの方がね分からんかも。なんか見てこれ空飛ぶ人みたいじゃない。飛びます。おしゃれ？私おしゃれに見えるって？
マジでこれ優秀。何ボサボサなのはちょっとしょうがないんです。くくるか。今度サングラスつけるわ。先駆者になるね。瀬戸内サングラス、瀬戸内サングラスの先駆者。でも私いいこと思いついたんですよ。ゴーグルしてサングラスしたらもう完璧じゃない？二重にする。暗い。あの黒。おしゃれなメガネ。伊達しかあんま買わんかも、メガネ。なんかね、土入りのメガネ本当に向いてないんですよ。なんかかけるのに。なんでかけません。土入りのメガネが得意じゃない。こういう囲っててほしい。ここ全部目のここピタッて、このなんか浮いてる隙間が本当に得意じゃない。なんか気分悪くなっちゃう。そう、境目。だからね、寝るギリギリまでコンタクトつけてるの。本当は多分ちょっと目に良くないかもしれないんだけど、キョロキョロするの。違うよ。だってさ、ここだけ見ててもさ、でもさ、ここら辺だってさ、なんとなく見えてるじゃん。今ここ見ててもさ、こうなんか、あ、なんとなくこの手はピースだなって分かったりするじゃん。だからさ、視界はさ、割とさ、こう結構見えてるもんなんだよ。そう、なんか一点しか見えてないってことはないじゃないですか。ここら辺見えてるからさ、なんか意識しちゃいがちなんだよね。360度見えて、見えるわけないだろー。360度。後ろにも目ついとるやんけ。見えるわけないじゃんか。でもさ、そんだけ見えたらさ、ライブとかさ、後ろぶつかったりすることもないね。ファンの
皆さんの顔を一人一人認識できそうで怖いって言われた。私見てるよ結構ライブ中とか。あ、よく来てくれてる人だとか結構思うよ。とかなんか四国の公演とかだとまたなんかこうお客さんとか違ったりして、あ、四国好きな方なのかなとかそうなんか ありがとうございます。Q のうちは見えるよ。でもね、たまに私だと思って見てたら全然違くてマイハさんだったこととかあったりする。あのマイの部分しか見えてなくて、マイ Q なのかマイハさんなのか、その2文字目が見えんかった時があって、漢字の前は一緒だから全然見てたら全然あらってマイキーじゃなかったわってなる時あります。間違いです。あとね、なんかもう一個ね、最近よく思うことがあって、自分とサイリウムが似てる人が結構メンバーで何人かいたりするんですよ。私オレンジとピンクなんですけど、こうなんか暖色系の色っていうか、なんかちょっと薄ピンクとかちょっとこうとか黄色系とかちょっとなんかこう似てたりしたら、こうちょっと見間違えたりするわけなんですよ。しかもさらにペンライトってなんか電池の残量がこう減ってったりすると、こう色味がちょっと変わったりすることもあって、でなんか自分なんかめっちゃ見てるけど全然目が合わないなって思ったら全然違ったわみたいな、自分の推しの人じゃなかったわみたいな時めっちゃあるんですよそうなんや。やけさ最近のね、そう私がよくねあれってなること。誰と間違えるかね、なんかね、愛こじかな、リンコちゃんかな、なんかね結構似てたりするんだよ。オレンなんだっけな、赤オレン、うん、なんかね、そうよくちょっと間違えちゃったりするんだけど、ごめんねそうそう、なんかね、リンコちゃん赤かけるピンク、ああ、赤がたまにオレンジに見えるんかな。見た瞬間、え、なんかちょっとライブで目そらさないでくださいよ、絶対に。なんか見たら目があっても、私そらされたらさ悲しい、目そらさないでくださいね、ライブ来て目が合った時気まずいじゃないですか、ちょっと
釣りを始めました？いいえ、釣りじゃないですよ。だってライブって自分たちだけがするもんじゃないから、あんな皆さんと一緒に楽しむものだからね。だから目を合わせるのは割と普通のことだと思うんですよ。とか言ってて、何時？9時か。寝る、うん、お風呂入る。私ね、この間夢でね、お風呂からね配信してね、バンされる夢見たのタオル1枚で配信してね、バンされる夢見てめっちゃ焦ったの。ってことでお風呂に入ります。なんか夢で配信しててね、ちゃんと配信切ってお風呂に入ります。ちょっと壇上呼ぶ、うんうん、ちょっとね、家に帰ったらまた配信するよ。ちょっと明日はね、夜です。明日は何時になるかな、夜です。お兄貴大丈夫ですか？うん、あ、なんかお姉ちゃんの心配よくされるんですけど、兄貴元気ですよ。皆さんご心配なさらず、お姉ちゃんとは連絡取ってるけど元気、そう大丈夫です。お姉ちゃんあのね、もう一個言おう、お姉ちゃんになんかハッピーセット買ってきてってめっちゃ前に言われてね、そのハッピーセットをね買って届けたんだけど、そうマックの、そう、そしたらピーチが出て一発で、そう喜んでました。今なんかマリカーやってるんですよ、ハッピーセット。そう、ピーチ、推しピーチ。クリボー？あ、クリボーはなさ、ないんじゃないかな。クリボーはね、なんとマリカーに乗らないんで、運転しないんですよ、クリボー。免許持ってない。なんかね、マリカーのゲームの中になんか倒せクリボーみたいなゲームがあるんですよ。なんかいろんな、そのマリカーの中にもいろんなゲームがあって、なんかでその中に倒せクリボーっていうゲームがあって、でなんかねクリボーがねひたすらこうね、なんかピラミッドみたいなの作ってて、それをねこう車でブーンってこうバーンって当たってクリボーを倒すゲームなんですよ。お姉ちゃんが私にそれを見せてきて、すごい悲しくって、なんかなんか今からクリボー倒すけみたいな言われて、なんかクリボーをね、え、あるある、え、わかる、これマリカーしてる人はちょっとわかるかも。だからクリボーってさ、なんかあんな風に倒されるからさ、眉毛がさ
こうなってさ、目もこうなっちゃった。怒ってるんですよ常に、クリボーはこの世に対して。皆さんクリボーに優しくしてあげてください。ということでね、男女を呼びたいと思います。私なんかね、やめるやめる詐欺しちゃうんですよね。本当にやめます。たけずーさん、スルメッコさん、はやりんごさん、みやびさん、うまちゃんさん、刀剣太郎くんさん、ゆずきちさん、くまねパパさん、りょんきゅうさん、きなぺこさん、ゴンからの手紙さん、ココさん、ひろさん、ありがとうございます。パチパチした。おやすみなさい。あ、なんか白目になりそうです。白目になる前に配信を切らなければ。ちょっとね、おやすみなさいませ。うわー、お疲れ様、おやすみなさい。配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ちょっと早めの配信だったんですけど、見てくださってありがとうございました。また明日配信します。夜です、もう何時かの夜です。あ、え、まだ9時やけね、メールは送れるね。ちょっとメール送ります。メールいける、メールね、10時まで送れる。そう、ということで、お風呂に浸かりながらメール送ろう。お風呂溜めて、お風呂に浸かりながら。ということで、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ちょっと早いけど、私は寝まーす。あ、お風呂入って寝まーす。3210、バイバーイ、おやすみ、またねー。